宇宙のどこかに存在する迷宮の中、ここに閉じ込められた一人の女が必死で脱出を試みていました。彼女が今狙っているのは死体の手元にある薬箱でした。ところが通りすがりにガツガツ食事をしている怪物を発見して、息を止めたまま慎重に通り過ぎ、やっと薬箱の前に到着します。しかし片手だけで組み立てるのは簡単ではありませんでした。さらにその瞬間、発作を起こして血を吐く死体。幸い怪物は気づかなかったようで、すぐさま怪我をした腕に薬を注入します。しかし薬の後遺症のせいで瓶を落としてしまい、瓶が落ちる音を怪物が聞いてしまいます。そうして立ち上がった怪物、怪物が近づいてくるのに気づいた女も急いで残った薬を集め始めました。しかしその場を離れることができず、ただ息を殺して通り過ぎることだけを待っていた状況。その瞬間、怪物が女を捕まえてしまいます。すると女は手に持っていた薬を怪物に注入します。そうして生き残った彼女の後ろにはまた別の怪物が近づいていました。こんにちは。今回ご紹介したデダロは、宇宙の中の迷宮に閉じ込められてしまった一人の女が怪物たちを避けて懸命に戦う過程を描いた物語です。緊張感あふれる場面が続き、手に汗握って彼女を応援しましたが、最後の場面に登場した怪物のせいで彼女が生き残れた可能性は低そうですね。この動画が面白かったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。